内部環境イズベロドロームは、静岡県伊豆市に所在する自転車競技場及びサイクルサッカーのコート。日本サイクルスポーツセンターと同じ敷地で、住所も同一であるが、道路を挟み別施設となっている。名称であるベロドロームのベロは、ラテン語が語源のフランス語で自転車、ドロームは、ラテン語で競技場を意味する。一番の特徴は、 走路が木製であるということ。走路が木製仕様の自転車競技場は、日本では西宮競輪場と晴海ボードトラック以来の3、例目となるが、常設及び、室内の木製走路の自転車競技場としては、日本初である。現存する日本の競輪場、自転車競技場の走路は、アスファルト仕様であるが、2000年のシドニー五輪以降、 トラックレースの国際大会は、一般的に以下の仕様で行われている点を踏まえ、当場の解説が検討されることになった。日本自転車競技連盟は兼ねて、トラックレースのみならず、ロードレース、マウンテンバイクレース、BMX についても、ベロパークのように一箇所で強化できる拠点作りに着手しており、CSC の敷地に設置されたのは、その一環という意味合いもある。 日本自転車競技連盟から、トラックレース短距離エリート強化指定選手として、指定を受けた選手の練習拠点となっているほか、隣接する日本競輪選手養成所の選手、候補生も、記録会などで使用することがある。なお、2019年7月には、日本競輪選手養成所の敷地内にも、国内2番目の室内250メートル目線仕様の、走路を備えた。 約250が竣工した。こちらは主に養成所の候補生が使用するが、ナショナルチームのトレーニング拠点としても利用される予定。2020年東京オリンピックでは自転車競技のトラックレースの開催会場となった。開催地の東京からは離れているが、新たな会場を建造するより費用が低減される。 ためで、承認にあたっては、国際自転車競技連合から、慎重論も出ていたが2015年12月に、承認された。東京オリンピックは CO、COVID-19 流行の影響により1年延期の、上原則として、無観客で行われたが、東京から離れた、本会場は、大会唯一の有観客の屋内競技場となった。なお、 2020年東京パラリンピックでも自転車トラックレース競技会場となったがオリンピックと異なり無観客となった愛知県と名古屋市の共同開催となった2026年アジア競技大会でも自転車トラックレース競技の会場となる予定中央にはサイクルサッカー用のコートがあり観客を入れての試合ができる設計は2008年北京オリンピックで トラックレースの会場となったローヤマ自転車館同様、ドイツ人のラルフ・シューマンが担当した。施設の特徴は以下の通り、2010年5月に着工。2011年9月29日に中野高一日本自転車競技連盟協会委員長らを招いての竣工式が行われ、同年10月1日に会場。同年同月14日から16日まで、 開催された全日本自転車競技選手権大会トラックレースが今年の開催となった。世界選手権自転車競技大会とオリンピックの開催が可能となる UCI の公認カテゴリー1にあたる設備が整えられている。上記の通り、福音が7.5メートルしかないため、走路の間近に観客席がある。よって迫力ある観戦が望める一方で、 多くの競輪場で見られる金網は元よりアクリル樹脂製の仕切り板すらないため特に最前列の場合身を乗り出しての感染は大変危険である観客の不注意でものを走路内に落としたりすることによって競争中の選手に危害を及ぼしかねない可能性もあるため常時手ぶらの状態で感染することが肝要であるよって感染する側も十分な注意を払わねばならない 以上の点については、2011年10月に開催された全日本自転車競技選手権大会でも、これに類似した内容の場内アナウンスが、再三にわたって行われた。ABCDE イズベロドローム。一般財団法人日本建築業連合会。2021年8月12日閲覧。イズベロドローム。イズ氏。2021年8月12日閲覧。 パラリンピックアクセシビリティマップ徹底ナビゲートイズベロドロームパラサポウェブ日本財団パラリンピックサポートセンター2021年8月12日閲覧イズベロドローム伊豆市観光ガイド2021年8月12日閲覧東京2020大会自転車競技会場について伊豆市、2016年10月25日閲覧 強化指定選手、日本自転車競技連盟ホームページ、国際基準の屋内木星250メートルトラック、夜間250落成式の実施について、京林リン、JP、2019年7月17日閲覧。伊豆で、東京五輪自転車静岡県内初の競技開催、静岡新聞、2015年12月10日。 東京2020パラリンピック競技会場について東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会2020年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年9月29日閲覧パラ自転車で世界新記録が連発イズベロドロームの走路で何が毎日新聞2021年9月29日閲覧 東京パラリンピック全会場で原則無観客。産経新聞。2021年9月29日閲覧。実施競技及び競技会場。公益財団法人愛知、名古屋アジア競技大会組織委員会。2021年8月12日閲覧。JCF 競技規則集2016ピアニッシも26から29。ありがとうございます。